それで分かった、うん、ミキシーのみです あんまり連絡もというかメッセージのやり取りもないです。これもないけど確かに、うん、そう思われてんのかな。たまには書け、お前なんか、たまには書け、なんか誰ですか、他人の日記に、うん、そうすると、ああ丸は元気なんだなと思うじゃん。そうそう、なんか足跡だけついてて何も書かねえなこいつとか思うと、どうしたんだあいつみたいな。大丈夫かなって。グローブつけてないといけない、一応グローブつけないで最近生活してる。マウスだけは動かせる。キーボードをするグローブになるとなんかカタカタッとか言って、ね、SA とか一応ちょっと AS とか押しちゃうと、まあこれ嫌だと思ってもう全部消しちゃって。いや、いいんだよ、文字一つで、うん、笑顔、そう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 、そうそう。じゃあ今度だいたいね、ウニとかなんかを書くと仲良くが一行残すのそう、なんかね、北海道とか書いちゃうとなんかもうおろろろろって感じですよね。で、ウニって書くと残すし、ゴールドラッシュでハンバーグを食べましたって書くと抜けがけかよ。そう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 、必ず書いてある。食い物の恨みやなんとかって言いますからね。難しい、読まれちゃって。あのリアリゾンとかね、うん、あの時は確かに火をつけるとつけるんですかって。あ水着のリアリズムが火をつけた時に、うん、点点点とか書いてあったから、うんうん、え、結局絵つけるんですか。いやいや、つけました。なんだなんだ今日ヌードを出してないことになってるんだ。そうだね、うん、出してる、出してるじゃない、なんか向こうで出してるじゃない、なんか流出したとかいう場所は聞く、うん、え、でも元々向こうではそういうセクシークラブやつなんですよ。え、そう、でもなんかグラビアで見ると可愛いなとか思うけど、動いてるの見たらなんかいまいち、なんか、うん、そう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 、個人的にはちょっと俺には細すぎって書いたら、ええー、ってみんなに、みんな細い人多いからね、今ね、おっさんだってほんとみんな細すぎる、おかしいよ、だってダメダメ、もういっぱいになってきました、辛くなってきました。やっとなくなってきて、俺余裕ぶっこいてたら、じゃあ、ルミちゃんっての残して俺が食うから。ルミってどこですか。玉辺に止めるです。わかります、止める、止める、あの、留守の、あ、うん、玉辺に止める、玉辺って言わない方がいいの。ルリ色のルっていう、あー、そうそうそう、ルリ色のルです。ヤンキーが壁に書く難しい感じでしょ、うん、そうそうそうちょっとね、お前どうせ自分の名前悪魔の魔にルっていう字をどっかからこう引っ張ってて、ものすごい字で書くんだろう。やだ、マルって呼ばれるの、それともショージって呼ばれるの、いろんな呼び方、うん、高校の時も違うし、大学の時も違うし、うん、でも姉ちゃんミクシーで、あら、マル、じゃあミクシーやってる間人間では大体入院してからとかの方が多いから、マルの方が多いんだけど、おしまいの仲間とか、庄司つってたし、最近中学、高校のやつらが、あ、大学のやつらがちょこちょこ出てきてるから、マイナーだなって言われて、マルーならいいけど、マルーだとちょっと違う、うん、ここにマルーって言われる気づいたんだ、気がする、
ある。どうでもいいんだ。ボイとかでも全然気になんない。知り合いで、あだ名が父さん。え、同い年。二個上。でもそんな離れてない。で、知り合ったところも17歳の頃で、ただ、さすがにね、それなりの年になって父さんとも言えないから、俺はそいつのこともおっさんって言ってたんですよ。で、この間渋谷、この間ってのずいぶん前だけど、渋谷で俺がバイク乗ってたら、向こう側の歩道のこいつが歩いてるのが見えて、信号で止まった時におっさんって覚えていったら50人ぐらいが俺、すっげーやばいと思って面白い、それは。あの、誰かが殴りかかってもおかしくないというようなやだ、どうしようみたいな他に余裕ないんだよな、今さら。その一瞬の後に、そのまあ、当然そっちが引き返ったから、一瞬の後に、おーとか言って、手を、そっちが手を上げた瞬間に、その50人の姿勢が、一瞬こう、そいつにグワンってこう戻って、え、あーみたいな。まるで照明のバリライトってこう、バーッとこう集まるような、あれのように、バーッと、一瞬バーッて来たのが、バーッと戻って、また何事もないんです、すげー。おかしい。いやだ、そういうの上空から見てみたい。ダメですよね、アナヤさん。それをババアでやってみて。いや、綺麗なお姉さん。色悪い。ねえ。おい、ババアって何言うんだ。そしたらみんなすごい嫌な顔して振り向くと思うよ。おっさんって振り返るのは男だけなような気がするけど、おいババアって言ったら誰のことだって男も振り向くような気がする。あー、確かに、うん、何事だっていう感じですよね。サッカースタジアムで一回あった、そういうの、あの芸能人の名前を罰ゲームで、日本代表の試合やってて、芸能人の名前言ったらみんな振り返るんじゃねえっすね。騙してんの。うわーってみんな見て、全然誰もいねえ。そんな寂しいな。ペナルティがいたらしい、わらき。うん、俺らサッカーに行くと、リップ席の前だから、後ろ見たら絶対誰かいるんだよね。多分、双眼鏡を持って見てたら、あ、あれなんとかだ。すごいね。なんかこの間でもないな、結構前に、日本代表のサッカーのユニフォームを作りに行ったんですよ。なんか、名前、好きな名前と番号入れてくれるって言われて、ユニフォームに。だから名前とじゃあ番号を彼氏と一緒に入れに行こうって、彼氏が好きだから。で、じゃあ後ろは松田で、でその松田直樹が3番だったから、じゃあ数字は3番でって同じの作ってもらって、それでじゃああのこうお直しするから、お直しというか一応作るから、名前と住所と電話番号お願いしますって言われて、そこに松田直樹って書いたら、店員さんにすいません本名を書いてください、選手の名前書かないでくださいって言われて、ああそっかと思ってびっくりした。そういうの言ってくれりゃいいのに。なんで知り合いサッカーショップいっぱいいるから、そんなの別にオーダー普通に通る。ああ安くなるし。あ、そうなんだ。そうそう、俺も一回名前で伝えるっつって、前の女が
俺の名前作ったの一緒よ、お前らつった一緒に代表の応援してんじゃん、うん、いいじゃない代表嫌いなんじゃないそうなんだ代表よりマリノスだ違うのねやっぱさすがにお腹いっぱいになっちゃったやっぱですかねえすごいびっくりしたあ待ってるよだから目の前のものは全然食べないとルミちゃんはやっぱり食べていただかないといや私が食べるんですか、うん、なんかこれなんかとっときたあじゃあ包んで家に持って帰ってこうえ、できるんですかねラップかなこれ、これだけうん、ダメえぇ、ー、ほんとになんかさで、ハートは長屋さんそうで、彼女に怒られるじゃあ、これはいただきますどうぞはいカメラ入ってもうはい、野菜いや骨うん、骨やらしくして、やらしくそれ、キュウリだったらやるかもしれないけどいや、やんないうん福祉ネットワークを見た全国38人のフグちゃんとあるからなんかあったんですか38人ぐらいはいるだろうなあほんままあ俺はいないし5人くらいいや、新宿3丁目あたりおお。2丁目じゃないですか2丁目でもいいおいどんはあの男に惚れたで壊すやだ盛んっていうかそうですか、うん、らしいそうでもないですいや、らしいよそれやったらこっちの方があれでしょ、モテるでしょ多分あれですよ、芸術的する顔ですよ、この顔受けしますうん、でしょうね行かないよえ絶対おばちゃんたちの間でもモテそうでもね、小学校、中学校とかの時の方がああいう2丁目の人たちにやることもあるかもキモいわあー、苦笑い苦笑いどう答えていいかね確かにねマイケル・ジャクソンには恨みがある。あれ、弟さんがいるんだっけ？大学1年の弟が。長女？長女です。二人兄弟。はい。弟っぽいけどな。いや、そうは思わないんだけど。いや。